5GTV。 基本的にはですね、僕は神様じゃないので、その人の能力っていうものを、限定しないと、基本的には無限にあるっていう風な前提で、いまいち成績が振るわないとか、あんまりコミュニケーションが上手じゃないとか、親御さんとの関係がうまくいってない、あるいはもっと言うと僕とかに対してもちょっと反抗的ですっていう生徒さんであったとしても、その時点でのいろんな能力だったりとかっていうものを、抜きにして、その人が本当にワクワクすることで、すごく輝くであろうこと、どんどん掘り下げていって、その人とその生徒さんと一緒に、お互いの人生がよりなんかこう素敵になるというか、お互いが死ぬ時にですね、自分の人生はすごく幸せだったと。で、何が幸せだったかっていうと、あなたと出会って、過ごした期間が、何かに向けてね一生懸命頑張った期間っていうのがあるっていうことが一番幸せだっていう風に言えるような関係性っていうのを築きたいなと思ってます。それが最も大切にしていることかなと思うんですけど、結局心理学っていうのは科学なので、科学ってベースにあるのは再現性のはずなんですよね。再び現れる性質とか言って再現性ですけど、そのつまりたまたまこの生徒さんだったからうまくいったとか、たまたまこの先生だったからうまくいったではなくて、どんな生徒さんであってもどんな先生であっても、こういうことをやると、必ず同じような結果っていうのが生まれるみたいな、でそういう法則だったりルールだったりとかっていうのを作っていくってことが科学だと思うので、そのうちの科学の一つの要素としての心理学っていう意味で言うと、なんていうんですかね、例えばその生徒さんの性格をアンケートで取っていって、その性格別に対応するっていうところをルール化していくっていうことをやったりとかしてます。そこは詳しく人間は9タイプっていう僕の著作をですね、読んでいただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、これは非常に効果的で、皆さんすごく驚かれるというか、確かにそうだなとなってくださることが多いかなと思います。だから、そういう意味で言うと、僕はだから日本心理学というよりも、正確に言うと科学全般を教育に使おうかなと。で、あまり教育って科学的な側面ってあんま捉えれてなくて、ほとんどが経験則や経験論なんですよね。で、その経験則や経験論っていうのをこう一般化していく、ルール化していくっていうことっていうのがすごく重要なのかなと、っていうふうに思ってやっています。今大学でそもそもその AI とかヒューマノイドロボットとかっていうことがとかね、あと人生100年時代なんてよく言われてますけど、じゃあ大学がそれに本当に対応してるのかっていうと、甚だ疑問で、世の中のほとんどの大学がですね、つまり大学っていうある種のビジネスモデルとか研究機関っていうものが、もうすでに大きな社会的な成功体験をしているわけですよ。これまでのね、その福沢諭吉とか、あの辺以降の明治維新以降の この数百年の中で大きな成功体験をしていて、社会にとってとても重要な存在になってきて、今、人口のね半分ぐらいが進学するみたいなっていう状況にもなってきてるわけじゃないですか。で、なのでその成功体験からやっぱり逸脱できない人たちっていうのが多いと。だけど間違いなく今後 AI ロボットが中心になっていく。で、今回コロナで社会がすごく停滞してますけど、外に出れないとかってなった時に、代わりに例えばじゃあ生産するのが AI だったりロボットだったりとか、どんどん変わっていくと思うんですよね。時代の変化っていうのが起きていく中で、成功体験が大きければ大きいほど変われない人、あるいは組織、人は変われるんですけどね、組織が変われないんですよ。で、そういう意味で言うと、すごくそこを明確にね、 AI 時代が進展する中で、そこを踏まえての人材育成っていうのを考えてますっていうことをおっしゃってる、メッセージを明確に出していらっしゃる大学っていうのは非常に敬意だと思うので、僕は応援してますし、そういうところでこそ学んだ方がいいんじゃないかなと個人的には思います。以上です。ありがとうございました。 5GTV